日本東京都江東区、木場広重、名所江戸百景より、深川木場。元は、地名通りの貯木場だった。木場明治時代木場大正時代木場昭和初期木場1933年。木場は、東京都江東区の町名。現行行政地名は、木場1丁目から、木場6丁目。郵便番号は135-0042。江戸の材木賞は、 日本橋付近に集まっていて材木菓子を形成していた。1657年の明暦の大火の被害が甚大であったことから、幕府は寺社仏閣や大名屋敷などを郊外に移転させるなど江戸の町を大改造する計画を立てた。この中で材木菓子を隅田川の対岸にある深川に移転させることになり、材木省たちに命令を下した。 当時の日本では建築物はほぼすべて木造であり、橋や船、道具なども木でできていた。このため大量の木材を必要としており、材木商人たちの中には巨万の富を築いたものも多かったので、深川の町は大変発展したという。明治維新以降になると、木場の沖合の埋め立てが進み、木場は内陸となり、海が姿を消してしまった。 1969年、沖合の埋め立て地に新しい貯木場、新木場が建設されたため、従来の貯木場は埋め立てられて跡地に木場公園が作られた。木場公園内の池で浮かべた木材に乗る伝統芸、木場の角上が貯木場としての歴史を現代に伝えている。深川地域内にあたる。北は仙台堀川で深川、平野と接する。 東は東洋、南は、潮浜運河で潮浜と、西は、平急川で、冬木、富岡、ボタン、古い芝と接する。木場公園が、木場、平野、三好に駆け広がる。木場とは元来、貯木場もしくは、木材の切り出し場であり、それらに由来する地名は、日本各地にある。以上の地名は、海もしくは川沿いに面しており、これは木材を回路で運んだり、 上流で切り出した木をそのまま川に流したためである。伊東洋華道木場店11月16日開店などが入居する深川ギャザリアがある。2010年4月に完成した深川ギャザリア W 二棟には、リソナホールディングス本店、東京本部、及びリソナ銀行東京本部と両営業部の口座勘定を除く埼玉リソナ銀行東京本部が移転し、 同年5月6日から営業を開始した。住宅地の地価は2014年1月1日の工事地価によれば、木場3から3から9の地点で44万4000円、平方メートルとなっている。2017年12月1日時点の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。都営バスが、永代通り、 三つ目通りを中心に運行されている。すべての系統が木場駅前停留所を経由する。一般道路高速道路首都高速道路の出入り口。ありがとうございます。